スン線は、静岡県三島市の三島駅から、伊豆市の修善寺駅までとを結ぶ伊豆箱根鉄道の鉄道路線。地元では社名をもじって伊豆箱と呼ぶことも多い。路線名のスンズとは、駿河国と伊豆国を意味するが、これはかつて同線が、駿河国に属する沼津市と伊豆国に属する三島市の間に、機動線を運行していた、スンズ電気鉄道の路線だったことから来ている。 寸津ズ線自体もかつては三島駅を国鉄線との接続駅にしていたため、駿河国域をわずかにかすめていたが、1934年の三島駅開業後は全線が伊豆国内を走っている。特急列車が運行されているが、線内では追い抜きは行われておらず、先発列車が修善寺駅または三島駅まで先着する。東京方面から 東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道東海道本線を経由して、特急、踊り子が、平日に往復、と休日3往復乗り入れる。列車は5両編成の全車指定席であるが、スンズ船内のみ、利用の場合は空いている座席に着席できる。2021年3月12日までは、特急料金なしで自由席車両に乗車できたが、 同年3月13日のダイヤ改正より、スンズ船内にも特急料金が設定された。2000年以前は、土休日の上り列車については、スンズ船内のみの乗車が不可であった。通学定期券では乗車できない。普通列車は、おおむね15分間隔での運転であるが、朝ラッシュ時は、約8から12分間隔で運行されている。 三島駅、主善寺駅間の直通運転が基本であるが朝には出港列車として大場発の列車が主善寺駅、三島駅それぞれ一本ずつ設定されており23時台の三島発下り最終列車は大場駅となっている2007年3月18日に JR 東海に合わせて行われたダイヤ改正では朝に運転される上り24列車の休日の 始発駅が大場駅から修善寺駅へ同じく朝に運転される大場発の下り213列車が休日運休から毎日運転に変更されたため特急踊り子を除き休日に運休する列車がなくなったまたこの改正により全線で7時30分から8時30分の間は約10分間隔の運転が実施された改正前は朝ら主時に 大場発の列車があったため、一部区間で10分間隔運転になっていなかった。2009年2月14日のダイヤ改正では、同年4月1日から開始されたワンマン運転に備え、各駅の停車時間が見直され、全線の所要時間が従来の約32分から約35分に延長されたほか、運転間隔の見直しや、車内放送内容の変更なども行われた。 以前は7000系を利用した一部座席指定席の快速が運行されていたが1998年3月末で廃止され、以後は設定されていない。ただし、2019年のゴールデンウィークでは、踊り子102号の運転時刻で日曜日を除いた8日間で、臨時列車、快速修前寺号を修前寺三島駅間にて運転し、一時的ながら快速列車が復活した。 また将来の東海道本線乗り入れ準備として、7000系には沼津、熱海、富士等の行き先方向幕が用意されていたが、現在は車線内のみのものに交換されている。寸ン線の輸送実績を可表に記す。最近では輸送量は減少している。標中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、抜粋ス,スンズ線の営業成績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、 抜粋2021年現在あたり路線で使用されている車両の形式は以下の通りである。なお、道路線を走行する普通列車用の自社車両はすべて抵抗制御である。編成は普通列車が3両、特急列車が5両である。線形は最後まで残存していた編成が2005年に廃車されて形式消滅しているが、旧も0 0 8の1両だけは、 大場工場内で倉庫として残存している。また、太陽山線5000系の検査室入場時や工事車両検員などに使用される、東芝製の小型電気機関車、ED32、ED33 型が在籍している。また、2008年11月5日と2009年5月11日の2回に、分けて、西武鉄道から新101系3両に編成を、譲り受けた。 この編成は、第1編成は2008年12月14日、第2編成は2009年5月12日に営業運転についており、伊豆箱根鉄道での形式名は1300系となった。またこれに伴い1100系は2012年6月13日をもって営業運転を終了した。大場工場が伊豆箱根鉄道本社敷地内北側にあり、車両工場と 車両基地を兼ねている。大場駅から出入港を行う。伊豆日田駅構内踏切の伝令式、軽音機河川はほとんど、片持ち式が使用されている。踏切は、計72箇所存在し、すべてが、第一種踏切である。そのうち、駅構内の踏切は6箇所ある。交通量の多い踏切には、踏切支障放置装置も設置されており、特殊発行信号機は、 踏切支障放置装置が設置されている。大きな踏切では回転型が使用され、踏切支障放置装置が設置されている。小さな踏切では点滅型が使用されている。一部の踏切には八角形の故障表示器も設置されている。踏切動作反応等は一般的なデザインのものが使用されている。軽音機は2014年まで伊豆日田駅構内に 伝令式が使用された踏切が存在していたが、現在は72箇所すべてで、電子音が使用されている。一部の踏切では、JR 東海などと同じ電子音を使用しているところもある。編集式 ATS が設置されており、近年速度調査の地上自粛から、車上自粛への更新が進められている。踊り子で使用される JR 東日本の車両は、 ATSSN 以外に車上自組織、速度調査機能を持つ ATS を搭載していないが、寸ン線の ATS 更新後も継続して乗り入れを行っている。当初は当時客の便を測り、伊豆中部の大人と東海道本線を結ぶ目的で建設された。初めの計画では沼津を起点とする予定であったが、東海道本線付設時に駅が設けられず衰退が著しかった。 宿場街三島の者が土地寄贈を行うなど、積極的に誘致を行い、現在の下狩駅のところに新しく三島駅を設けた上で、ここを起点とすることになった。1898年に開業し、1924年には、修善寺、修善寺温泉のある修善寺町まで延伸されている。昭和に入り、1934年12月に、 丹那トンネルの開通に伴い、東海道本線のルートが、御殿場経由から、現行の熱海経由に変更されることになった際、熱海経由の新線に、三島駅が設置されたため、起点を変更した。これらの経緯については、三島駅歴史も参照のこと。なお、戦後間もなくしてから国鉄80系電車を用いて、国鉄からの直通運転が開始されたが、 開始されてから約10年間は、国鉄線の電圧が 1500V、スンズ線の電圧が 600V と異なっていたため、80系は走行性能を落として、スンズ線内を運行していた。各駅の自動券売機で、三島駅接続の JR 線連絡乗車券が発売されている。窓口では、東は JR 東日本の阿ビコ駅まで、西は、 JR 西日本の大阪市内までの連絡乗車券を発売している。伊豆箱根鉄道はパスモ協議会に加盟しているが、寸津線のパスモ導入は見送られている。三島駅には JR との連絡改札口があるが、スイカとかパスモなどの IC カードには対応しない。ありがとうございます。